わ、かっこいい車体、イケメンな E5K。 どうも、ゲコフリです。今回は、東北新幹線やまびこにて盛岡へ向かっていきます。結構混んでました。そして夕日が綺麗ですね。今回は矢巾町というところに、観光に行きます。ということでね、ゲコフリ矢巾町に着きました。ここ矢巾町は岩手県のほぼ中心部にね位置してて、それでなんか盛岡のベッドタウン的なところみたいです。なんで今回ここに来たかっていうと、今友達がねなんか長期出張でこっちの方に来てて、で社宅にいるらしいんですけど、それで泊まらせてもらって宿代を浮かそうっていう魂胆です。でついでに市町村巡り旅もねやっていこうと思ってます。矢巾町について、簡単に説明していきます。矢巾町はなんか稲作で有名なところらしくて、なんか穀倉地帯で稲作に適している場所らしいです。あとなんかね原木椎茸が有名名産らしくて、それで椎茸ね俺結構苦手なんですけど、本当に美味しい椎茸はね俺結構美味しく食べれるんですよ。なのでちょっと明日ね楽しみにしたいと思います。これから友達と合流します。お久しぶり元気してたか。東北の地で、うん、撮ってるよ。まあ、行きましょうか。おう、いや、悪いね、ここまで来た。あ、いえいえ、全然、大したことないです新幹線で来たんでね。ここでね、ちょっとスーパーでお買い物してきました。そして、友達の家にね、来ました。なんか、どうやらレオパレスらしいです。で、メニュー、ラインナップなんですが、メジマグロの刺身、要は本マグロの幼魚らしいんですけど、これがね、スーパーアークス矢巾店っていうところで買いました。岩手県産ってあります。そしてあとごぼうのきんぴら、このごぼうも岩手県産らしいんですよね。そしてもう一軒別のスーパーでね買った丸一っていうところで買ったやつ、三陸産のサバ竜田揚げですね。やっぱこういうところでねご当地物を食べつつ節約するっていうね、自分でも思います。賢いな俺ってとか言いつつ、あとは青森県産になっちゃうんですけど、ベビーホタテ生食用です。こいつらをねつまみに。よし、じゃあね、はい、じゃあこれを乾杯します。じゃあ乾杯、はい、乾杯、うん、じゃあいただきます。岩手県産のメジマグロってやつみたいですね。うまそうでしょう。じゃあちょっと本マグロの幼魚ってことでねいただいてきます。へえ、君そういう感じで流してるんだ。うん、うまい、うまい。なんか本マグロとちょっと違うんだけど、なんとなく油の乗りがいいっていうね食感、そんな味がしました。でやっぱり県内産だからすごい新鮮さって、ね、伝わってきます。はい、美味しいです。はい、ということでね、今盛岡駅のレンタカーで車借りたんでね、ここから矢巾町にね向かっていこうと思います。はい、はい、止めていいよ。はい、はい、ということでもうすぐね寝坂家の滝ですね。なんかいい感じの林道になってきて、すれ違いがねちょっと本当気をつけないとあれになってくるんで、あ、右ですね。おお、通行止めになってる。なんか懐かしい。はい、ということでね、来ました、ぬさかけの滝、こちらですね。落差7メートル。ぬさかけっていう、由来なんですけど、昔、マタギ、漁師のね、方が、なんか安全、入山の安全祈願のために、ぬさって、神社で使うなんかね、お供え物じゃないですけど、なんかそんな紙がピラピラってあると思うんですけど、それを、滝にかけて、安全を祈願したっていう ところから由来ができたみたいです。ちょっと説明下手くそで申し訳ないです。
結構着地までね近づいてみるとね、うわー爽快だな。7メートルって聞いてたから、あのそんなに大したあれじゃないのかなと思ったけど、いい感じで滝行したくなるね。山ダムのダム管、ダム管理所にね、いました。なんかここのダムはあの洪水をせき止めるために作ったあのダムとダム湖らしいです。なんか俺田舎暮らしねしてた時にこういうところに行って仕事中サボったりしたのをねちょっと思い出しちゃったんですけどね。はい、そんな感じで、あとあっちに見える山、これがねどうやら南昌山みたいです。あのもう矢巾町の目玉のスポットっていうかね、お山、さっき言ったぬさかけの滝もなんか南昌山のね登山口みたいな感じらしくて、はい、来てっていう、なんかすごいこのかやぶき屋根ですよ皆さん、ね、でもさすがにこれ大きなままってわけないよね。いや多分復元したもんだと思うけど、うん、すげえなんかお馬さんのねあれもいるし見えるかな、うん、大きければ馬の毛あるじゃん、模型ですね。はい、ということで徳誕城のね、城跡にやってきました。なんかもうほとんど建物なくて、なんか櫓みたいな、これあれかな、後で作ったやつ。ここにあった城はそんなになんか立派な天守閣がバーンってあるようなとこじゃなくて、どうやらなんか役場の機能みたいな、なんかそんな目的のために作られたお城だったらしいです。なんか詳しいことはねわからないですけど、なんかいろいろでも兜だったりなんかいろいろ出土してるみたいなんでね。そして、桜もいい感じで咲いてきまして、お花見にぴったしですね。隣の方に行こうと思うんですけど、結構ねいかつい熊に注意っていう看板と熊よけのね鈴をね貸してくれるらしいんですよね。なのでどっちがいいかな。こっちの方が俺的にしっくりくる。こっちにします。本当に安心なの。まあいざとなったら戦おう。戦える。うん、私ヒノキの棒すら持ってないよ素手だけでいく。じゃあ巴投げ頑張ってやる。ということで城内さんの展望台にやってきました。結構ね車で通れるってネットでは見たんですけど通行止めになってました。その陰、おこれ熊の足跡だ。うん、これこれ、うん、間違いない熊だこれ。本当に？うん。じゃあこの近くにいるのかね。まあいるだろうね。そうか、熊さんも展望台で景色見に来たんだからね。で、なんかこっからの眺望が結構いいらしくて、はい。結構意外と疲れたってよりは思ったより気温上がっちゃったんですよね今。で暑くて結構服が汗で濡れてきたんですよ。なんかねその辺がちょっとあれなんですけど。おー結構見晴らしいわ。そうらしいね。ということみたいです。じゃあ、おすげえいい、今見えたんですよね。こんな感じです。いやもう盛岡とそれからもちろんお膝元矢巾町にシワ町だったっけかな、その辺まで見えるらしいです。ちょっと実際展望台の下からでもここまで見れたんで展望台にね登っていきます。はい、今展望台から見た景色です。いやすごいですねこれ、360度大パノラマってやつですね。南こっちには南昌山も見えて、そして岩手山もね今日見えました。わーやばい綺麗。ここにね、温泉に入っていきたいと思います。矢巾町はなんか温泉もね、有名らしくて、で、なんか国民保養センター、この中に温泉があるみたいです。じゃあ、行きましょう、ね、はい、はい、これがなんかね、南昌山カレーってやつみたいです。なんかね、旗可愛らしいお子様ランチみたいなね。で、本当に南昌山の形に似せたものみたいです。で、しかも食材が
矢巾町で採れた野菜とかね、あと原木椎茸とかそういった食材も入っています。じゃあ早速ね、いただいていきたいと思います。優しい味、なんていうんだろう、野菜のね、旨味が凝縮されたで、結構甘口です、このキノコなんかもね、キノコ苦手なんですけど、全然美味しく食べれます、めっちゃおすすめです。なんかカップソフトがね、頼めたんですけど、片方が山ぶどうと、もう一つが椎茸ソフトっていうね、ソフトクリームカップにしてます。で、友達が食べてるのが山ぶどうで、俺がこれから食べるのは椎茸です。ちょっとね、いただいてみましょう。また、なんか椎茸の風味するけど甘い。これ椎茸ね、嫌いな人でも食べれるかもしれないですね。ちっちゃい椎茸も多分チップみたいな感じになってね、多分入ってるんでしょうね、きっと、ね、料理長さんがね、話しかけてくれてですね、なんか興味持っていただいてすごい嬉しかったです。特にあのカレーとね、あと椎茸ソフト、めっちゃ思い出に残りました。いい旅です。矢巾町ね、絶対ここの温泉ね、来てほしいと思いますのでね。はい、国民保養センターとあるんですが、あれ温泉の正式名称っていうか、あれが書いてないな。まあとにかくね、国民保養センター、矢巾温泉南庄の湯っていうね、温泉ですね。はい、ぜひ来てね、欲しいと思います。矢巾町最高。